入ったなぁ。うん。月終わっちゃいましたけども。はいはいはい。ねそうですね入るもんですね。入るもん。入るもん。入るよ、漏れなく入るよ。もんですねもう夏休みがね、終わって学生リスナーはね、生活サイクルが学校モードに。あ、なるほど。シフトチェンジしてね、ゲロ入ってる頃ですから。いやいや、かゲー吐いてることがわかる。まあまあ、しんどいよな。しんどいよ。確かに。夏休み明けのね、G はね。うん。 G, G, G はね体への負担が半端ないからああ G って重力って、ね、そうそうそう、ね、そう,そう,そう G はいきなり変わるからさ生活サイクルがそうだなう徐々に変わればいいのにいきなり変わっちゃうからさ、うん、いや徐々にっていうのも難しいじゃない徐々にってねまあまああるけど最初は手加減してよと思うじゃん <laughs> <laughs> 一気に変わるからさか体がついていけないよ 宇宙飛行士みたいにね。そうそう。ちょっと、ちょっとだからその期間があって、そっから普通の生活戻るみたいなね。そう、グラデーションがないとさ。ああ、そうかそうか。最初は午後だけとかさ。午後と部活だけとかだったらいいけど、最初っから朝8時から6時間はきついっていうのがあるからさ。うん。まあそうか。それはゲー白か。ゲー白。まあ位が半端ないから半端ねえな。確かに。うん。ちょっとあの、誰かが訴えた方がいいよね、そこは。誰かがうん。 誰かが訴えるまああのああなるほど気半端ないんでっていやそっから行っちゃったら多分ん何ですかってなっちゃうからああの窓口にさ窓口ってなんだよ文科省文科省です文科省の窓口ってどこだよそれは僕がもうじゃあ代表してリスナーを代表して電話します いいやいやだからどこだよ文科省の窓口って <laughs> 文科省の窓口一応あの一番最初番号を調べてさ、うん、あのネットで番号し文科省スペース電話 <laughs> 出る出るから、まあ、<laughs> 無数に出そうだけどポワー出そうだけどまあそこはねあてかね、まあ、あのここが一番上につながってるかなっていう思うところに連絡してさ、うん、そうそうそう,そう,ど,ど,うどういうとこ例えば なんか教育係みたいなところまあ,あそうだね学生そうですねあ推進教育推進課みたいなところ <laughs> でしょ文科省そうで文科学省学そうそうあるでしょう <laughs> それで電話して「ちょっと字がかかりすぎなんだよね」って言って「 僕は。G? みたいな。入ってないよ。体への G ですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと負担がかかりすぎじゃないですか、と。30日、31日、ね、夏休み、終わってから1日からも、う結構フルスロットでかますじゃんと。だからちょっと徐々に徐々にお願いしますっていうことを言うよね。ああ、そうなんですかってなるあ、そうそう。そうですよ。いや。貴重なご意見ありがとうございました。ありがとうございました。いや。切らないで。そこは僕は違うから、切らないでくださいと。 今までそういう意見反映されたことないですよねって。うじゃないですよ。何ですか全然、教育のこと、教育推進課ですよね。教育のこと全然考えてないじゃないですか。お名前を、とりあえずお名前お願いします。名前お名前をちょっとお聞きしたい。お名前をちょっと聞いてから、そう、お名前聞いて、そこまで聞くから俺。あ、名前聞くのは名いいかもしれないな。名前聞いたところその、責任が出るから。 相手が最初から責任持ってほしいですけれどもね、それは、名前がうんぬんじゃなくて、逃げれるじゃん、でも名前がさ、聞かないと、ままああそう、名前はなんですか、あとは何係ですか、あなたは、何を担当してますかと、反映してくれますかと、ちゃんと、うんって言いましたよねえ偉い人ですか、あなたは。 窓口ってことは、あんまり偉くないと僕は <laughs> 踏んでます。そこ窓口しないじゃないですか。上の人に直でちょっと連絡できないですか、僕は。上の人。忙しいんで。いや、忙しいんでじゃなくてちょっと反映させて,て。あ、では私が伝えますので。じゃあつ、えっ、ー、と、いつ伝える今、今もう伝えて、今伝えて。それかもう、もう普通に今、偉い人出して、大臣出して。大臣 <laughs> もう大臣出して。<laughs> <laughs> 直で僕行くから、じゃあ大臣のあの番号、じゃあ大臣の番号をお願いします。そう言って反映されてないって世の中なんです。反映されてたら、いきなり G がかかるようなことはしません、毎回。って言われてもな、そうです。<ー>徐々にかお願いして、ちょっと大臣、えーと、電話番号、だ、え、め、ー、だったらメアドでもいいのに、うん、僕が直で言うのでお願いしますと言いたい、そこ。 なるほどねコアに直接訴えかけるんだコアそう大事。偉い人にそこは訴えないとああなるほど僕はしからかされるもんなそうです普通のクレーマーとかと勘違いされたら困るんだ一緒だもんねもうねそういうのってクレームとかもさ上に報告しますんでって言ってさしないパターンもあるやんそうですまあ私僕はリスナーのためを思ってのことなんで全然大臣に直面そうそう直面 着目するみんない爪が甘いよねあ<ー>大臣行かなきゃ <laughs> これも,、ね、も大事に行くはずはなかったわ <laughs> いやだから大臣行かなきゃダメなんだよ。みんな大臣行くはずはなかったよね <laughs> すごいすごいすごい。そこはねまあリスナーねーあの待っててくださいっていうことです、ね、もうすぐに反映されるんで<ー>なぜなら僕は大臣に行くから <laughs> <laughs> ジュジュの未来が近いそうですああすごい字がかからない未来はい,はい、はい、まあ,あのそうだね学生そうですねあ推進教育推進課みたいなところで, <laughs> 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 でしょ文科省そうで文科学省かあるでしょうそれで電話して「<laughs> ちょっと字がかかりすぎなんだよね」って言って 体への G ですよ、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと負担がかかりすぎじゃないですかと、30日、31日、夏休み、終わってから1日からもう、結構フルスロットでかますじゃんと、だからちょっと徐々に徐々にお願いしますっていうことを言うよね。ああ、そうなんですかってなるうですよ。貴重なご意見、ありがとうございました。ありがとうございました。切らないで、そこは僕は違うから、切らないでくださいと。 今までそういう意見反映されたことないですよねって。おうじゃないですよ。何ですか全然、教育のこと、教育推進課ですよね。教育のこと全然考えてないじゃないですか。お名前を、<laughs> とりあえずお名前お願いします。名前お名前をちょっとお聞きしたい。お名前をちょっと聞いてから、ああああそう、お名前聞いて、ああそこまで聞くから俺。あ,あ、名前聞くのは名前聞くかもしないな。名前聞いたところその、責任が出るから。 相手が最初から責任持ってほしいですけれどもね名前がうんぬんじゃなくてまあまあまあ逃げれるじゃんでも名前がさ聞かないとまあまあそう名前は何ですかとあとは何係ですかあなた何を担当してますかと反映してくれますかとちゃんとうんって言いましたよねってえ偉い人ですかあなた窓口ってことはあんまり偉くないと僕は踏んでます そうか<あ>窓口しないじゃないですか <laughs> 上の人に直でちょっと連絡できないですか僕は上の人忙しいんでいや忙しいんでじゃなくてちょっと反映させて,てあでは私が伝えますのでじゃあつってえっ、ー、といつつ伝える <laughs> <laughs> 今,今もう伝えて今伝えてそれかもうもう普通に今偉い人出して 大臣出して、大臣。大臣 <laughs> もう大臣出して。もう直で僕行くから、じゃあ大臣の,あの番号。じゃあ大臣の番号お願いします。そう言って反映されてないってい世の中なんです。反映されてたら、いきなり G がかかるようなことはしません。毎回。<laughs> って言われてもな。そうです。 徐々にお願いして、ちょっと大臣、えーと、電話番号、ダメだったらメアドでもいいの。僕が直で言うのでお願いしますと言いたい、そこ。あなるほどね。うん。コアに直接訴えかけるんだ。コア、そ大臣。偉い人に、そこは訴えないと。ああなるほど。僕はしか、はぐらかされるもんな。そうです。普通のクレーマーとかと勘違いされたら困るんだね。 一緒だもんね、うん、もうねそういうのってもうクレームとかもさ、うん、上に報告しますんでって言ってさうん、うん、しないパターンもあるじゃんそうですまあ私僕はリスナーのためを思ってのことなんで<ー>全然大臣に直面、うん、そうそう直面 <laughs> そう最初は午後だけとかさ午後と部活だけとかだったらいいけど最初から朝8時から6時間はきついっていうのがあるからさまあそうかそれは芸博か芸博まあ G が半端ないからって半端ねえな確かにちょっとあの誰かが訴えた方がいいよねそこは誰かが誰かが訴える まああ、なるほど。木半端ないんでって。いいや、そっから行っちゃったら、たぶん、何ですかってなっちゃうから、たぶん。窓口にさ、窓口ってなんだよ。文科省、文科省でしょ。文科省の窓口。文科省の窓口ってどこだよ。それは僕がもう、じゃあ代表して、リスナーを代表して、あの電話します、もう。 いいやいやだからどこだよ文科省の窓口って <laughs> 文科省の窓口一応あの一番最初番号を調べてさ <うん S 2> あのネットで番号し文科省スペース電話」<laughs> <laughs> 出る出るから、まあ、無数に出そうだけどわー出そうだけど <laughs> まあそこはねあてかねまああのここが一番上につながってるかなっていう思うところに連絡してさう <ん S 2> そうそうそう,そう,ど,ど,うどういうとこ例えば なんか教育係みたいなところまあ,あのそうだね学生そうですねあ推進、教育推進課みたいなところで,ころでしょ文科省そうで文科学省学推進課そうそうあるでしょう <laughs> それで電話して「ちょっと字がかかりすぎなんだよね」って言って「 体への G ですよ、あごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと負担がかかりすぎじゃないですかと、30日、31日、夏休み、終わってから1日から、もう結構フルスロットでかますじゃんと、だからちょっと徐々に徐々にお,お願いしますっていうことを言うよね。はい、ああ、そうなんですかってなるうですよ。じゃあ貴重なご意見、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、<laughs> 切らないで、そこは僕は違うから、切らないでくださいと。 今までそういう意見反映されたことないですよねって。おうじゃないですよ。何ですか全然、教育のこと、教育推進課ですよね。教育のこと全然考えてないじゃないですか。お名前を、<laughs> <ごい S 1> <laughs> とりあえずお名前お願いします。名前お名前をちょっとお聞きしたい。お名前をちょっと聞いてから、ああああそう、お名前聞いて、ああそこまで聞くから俺。おあ,あ、名前聞くのは名前聞いいかもしれないな。名前,名前聞いたところその、責任が出るから。 相手が。最初から責任持ってほしいですけれどもね。名前がうんぬんじゃなくて。まあまあまあ、逃げれるじゃん。でも、名前がさ、聞かないと。まあまあ、そう、名前は何ですか、とあくそうあとは何係ですか、あなたは。何を担当してますかと。反映してくれますかと、ちゃんと。うんって言いましたよねって。え、偉い人ですか、あなたは。窓口ってことは、あんまり偉くないと、僕は踏んでます。